皆さんお疲れ様です。ダイヤモンド今井院長です。今日はですね、2月3日なんですけども、東京のね、北池袋にある子ども大人歯科さんでですね、ダイヤモンド今井院長初のですね、東京出張カウンセリング、ただいま終わりました。で、本当にこれ緊急で撮ってるんですけども、今回ですね、13名の方がですね、カウンセリングお越しいただきました。本当にですね、仙台、東京、神奈川、千葉、名古屋とですね、まあ、関東エリアはもっとよりですね、エリア外の方からですね、多くの方お越しいただいて、本当にありがとうございました。カウンセリング会の内容なんですけどもね、事前に DM で写真とかね、送っていただいたんで、ある程度僕の方でもイメージは湧いてるんですけども、まあ、レントゲン撮影をさせていただいて、実際にレントゲンやお口の中ね、見て、細かくね、ご説明することができてますので、まあ、そういったね、カウンセリングで、より細かくですね、皆さんのご要望だったりとか、診断がね、しっかりと今回できたんじゃないかなと思いますので、今後もですね、歯科医院でですね、ぜひ、出張カウンセリングね、引き続きやっていきたいなと思います。東京カウンセリング、待ってたよという方も数多く声いただいたんで、第2弾、第3弾でですね、いろんな地域でですね、好評だったりですね、どんどんやっていきたいなと思いますので、出張カウンセリングね、そのエリアですね、ここでやってほしいというのが、強い要望があるので、そこのエリアでやりますので、ぜひですね、たくさん SNS を通じてご連絡いただければと思いますので、ぜひ皆さん来てください。東京出張カウンセリング、大成功でした。司会を説明させていただきたいなというふうに思います、ね。はい、じゃあ、そのもうちょっとしっかりと説明させていただきます。はい、はい、はい。そしたら、ちょっと様子を倒して、歯を見させていただきます。はい。わかりました。はい。ちょっと見てみますね。歯を楽にしましょう。で、まあ、結論で言うと、かなりやはり綺麗にすることができるかな。ちょっとこの状態でも同じしやすいことがあるんですけども、はい、鏡を見ていただきながらでよろしいですか。はい、ご自身の歯を残した状態で、うん、外側一回り小さくしてセラミックを隠せるので、うん、送らせていただいてお写真のイメージ、はい、今かなり近づけられるかなという、はい、セラミックだったらここが一番綺麗だろうと、これが一番綺麗だろうというところを一緒に育ちながら狙っていくと、うん、デザインが、しっかり決まってからセラミックの感じでやらせていただくと、はい、間違いなしになります。はい、かなりね、印象があります。わかります。はい。はい、まあ、今ね、ちょっと気になるということだと思うんですけど、はい、せっかくこんなふうな歯になりたいなっていうところと、あと具体的にちょっとここがちょっと嫌だというのがあるな。一回セラミックが完成したら、まあ、その状態で長く使っていただくというのもそう思って、今回やり方を考えてましたので、やり方を考えなくていいぐらいなレベルまでしっかりと煮詰めていって、もうこれだったら一生付き合っていただきます。はい、楽しみ。いいと思います。お疲れ様でした。カウンセリング会終わりました。大盛況です。先生ファンが多かったですね。本当になんか僕の勝手な印象ですけど、いや、ありがたいことにね、今回あの枠を少し拡大させていただいたりとか、はいはい、あと実はちょっとキャンセル待ちが出たりとかっていうぐらい大盛況で、ちょっと、ね、お待たせする時間とかもあったと思うんですけども、通常のカウンセリングだと大体45分ぐらい、今回30分で枠を取らせていただいて、はい、びっしりね来ていただいて、そうですよ、ね、本当にですねありがたかったということと、まあ、すごく率直に嬉しかったなというところかなと思います。ちなみに今東京で今回カウンセリングして、はい、まあ、治療はもちろん大阪ですよね、はい、これ治療でやっぱ通うってなると、なんかその辺は普段どうされてるんですか。まあ、全国から来られると思うんですけど、骨費負担制度というのはご負担させていただく制度があって、はい、で、まあ、あの金額によって最大だと、3回10万円から、結構遠方から来ていただく方が多いので、うん、その骨費負担に関しては手厚くさせていただくようにしてますね。クリニックさんでさせてもらったんで、レントゲンが取れるっていう、いや、そこ大きかったですね、はい、普通のね会場やとやっぱりそこまでできないと思うんですけど、うん、前回もねちょっと
キミシカさんの、ね、撮影の聖地というか、ね、あそうですね、我々も同じ同じところを撮りましたけど、はい、またねこうやってご縁があって SNS で、ね、まず最初にあのインスタグラムで募集して、そしたらそれを見てくださった子供大人しかさんの関係者の方が見てくださって、ぜひ使ってくださいということを強いメッセージをいただいたんで、まあ、前歯の、ね、セラミック矯正ご検討の方、もしくはインプラントなどを併用したセラミックをご検討の方はですね、ぜひ大阪セラミック矯正専門ダイヤモンド2枚レンタルクリーンでね、お越しいただければ必ずその答えがね見つかると思いますので、お困りの方はぜひお越しください。